松阪市立高小学校は三重県松阪市の市立小学校。1952年9月に松阪市立第二小学校から分離して開校した。本校を三重大学学芸学部松阪文校に文教場を旧第二小学校に置いた。開校のきっかけになったのは 前年に発生した松阪大火であり、大火で焼けた第二小学校の仮校舎が甲板城に置かれたものの、三重交通松阪線の踏切を渡らなければ、通学できない地域が発生したため、通学上危険であるして新校の設置が要望され、実現したものである。公名の、校は、学校所在地の殿町の中にある地名、幸い町から採用された。 1952年12月1日、三重県立松坂工業高等学校の美術部生徒がデザインした校章が制定された。校歌は日本全国から公募し、山梨県の安藤総一の歌詞が採用され、作曲は三重大学の大島徳義が行った。1954年6月に文教場を廃止、9月25日に木造2階建ての校舎が完成した。 1956年10月24日に鉄筋コンクリート構造3階建て一部4階建ての新校舎が完成。この日が創立記念日となった。なお建設工事中には弥生時が発見されている。翌1957年10月20日には運動場が完成した。児童数の増加によりプレハブ校舎が増設され。 1972年10月23日にプールが1973年10月4日に鉄筋コンクリート構造3階建ての新校舎が竣工した。1989年12月1954年に建てられた木造校舎が取り壊された。1995年3月10日体育館が完成した。は、一部の番地で学区が異なる。 2009年5月1日現在の児童数は476人であった。2016年5月1日現在の児童数は22学級467人である。ありがとうございます。